バカンスに来たらショッピングを楽しまなくっちゃ。ここはスポーツショップ。水着やカメラのフィルムを取り扱ってるわ。ニューザックアイランドには他にもお店が2軒あるんだけど、そっちは後で遊びに行ってみてね。どのお店も毎日品揃えが変わるからこまめにチェックが必要ね。レアな掘り出し物が見つかる時もあるのよ。そうだ、せっかくお店に入ったんだからお願いしちゃおうかな。水着が欲しいんだけど、プレゼントしてくれないかな。プレゼントにはラッピングをするのがマナーよ。プレゼントにはラッピングをするのがマナーよ。私の好きな色はクリムゾンレッド。ラッピングの色にもこだわってくれると嬉しいな。この水着、後でプレゼントしてね。そしたらちょっとびっくりさせてあげるわ。何が起こるかはお楽しみ。それじゃあお店から出ましょう。あれ、買った水着ちゃんと持って出てきた？ちょっと持ち物を確認してみて。違う違う、持ち物を確認するのよ。あ、ちゃんと持ってきてたわね。時々持ち物は確認しないとね。ここであなたの着替えもできるけど、今は早くあなたを驚かせたいの。持ち物をしまってプールに行きましょう。持ち物をしまってプールに行きましょう。ここはプール。いろんなことができるのよ。でも今は早くあなたを驚かせたいな。それじゃあプレゼントしてもらっちゃおうかな。さっき買った水着はこれよ。これ欲しかったんだ。これ欲しかったんだ。はい、プレゼントよ。ちょっとドキドキするわね。ああ、ありがとう。大切にするわね。驚いた？とっても嬉しくて思わずあなたの目の前で着替えちゃった。仲良しになるにはやっぱりプレゼントが一番ね。今みたいに相手の気に入るものを選ぶのよ。でも内容によっては嫌われちゃうから要注意。さあ、せっかくリゾートに来たんだからのんびりしましょうよ。もちろんカメラ持ってきたんでしょ。たっぷり撮影して楽しみましょうよ。フィルムがなくなったらスポーツショップで買えばいいしね。